え、終わりこれで。どういうことよ。だからどういうことよ。ラスティレイク、どういうことよ。わからんのよ、これが。ラスティレイクルーツ実況プレイやっていきます。最終回ですね。間違いなく。まあ、前回言った通り、あらすじについてはまあ、前回の最後でも言ったんで、細かくは説明しません。3つの懐中時計を手に入れました。そして、最後の最後、運命が交わるところで一体何が起こるのか、行きましょう。ルーツ。レオナルドとフランクとローズ、孫3人が一堂に会す感じだね。そして木の根っこで何かの物語が起こると。ところですが、おっと、ここはあれだね。初代ジェームズが不老不死の薬を飲んで死んだところだ。これジェームズじゃないよね。ジェームズのおじさんだよね、確か。一番最初に時計の中で死んじゃってた。で、こっちには何やら家族の写真があるけど、すごいことになってる。そうか。これ撮った、確かに。この写真撮った時のこと覚えてる。まあ当たり前か。ああ、涙。確かに。ああ、脳みそか。そういうことか。はい。エマの涙と、マリーの歯と、で、あと、これ、サミュエルとイダの、目玉、そしてアルベルトの脳みそ。これらすべてが確かに餌食になってたね。最後の謎解きはまた難しいね。で、J1。これ誰だ？これと、ここにいる誰かかな。これはローズだね。ローズの R かな。うん、ローズからは確かに血をもらった。これは、レオナルドってことだね。これもここにいる足をもらった。だから、で、こいつだね。彼は、フランクか。フランク何もらったっけ？あ、ヒゲか。お前一番何も払ってないというか、代償が安いな。まあいいや。じゃあお前誰だっけ？あ、ジェームズか。初代のジェームズか。あ？初代のジェームズ？ん？そうか。初代のジェームズか。の子供の頃の写真か。あ、そうか。この中に、写真がないからか。つまり、これで全員分あるのね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。あ、お前誰だっけ？全部で10人いないとおかしいよね。10個の餌食だから。あ、そうだ。最初の1個の餌食は心臓。この人、おじさんの心臓だ。は。なるほど。ちょっといろいろと話しすぎたな。謎解きやっていきましょうか。じゃあ、最後。時計の謎か。まあ、結局は時計ですか。謎解きといえば。何やら上から引っ張られているようですが、これはあれか。ラスティレイクルーツっていうぐらいだから、ルーツ、地上に植えてる木の根っこがここまで伸びてきてるってことかな。で、この謎のマークは、変わってないかな。多分、初代ジェームズの頃から。まあ、こうしてみると確かに、カラスは、ミスター・クローのことを意味してるし、ルーツだよね。で、餌食と、これは何だろうな。懐中時計かな。で、バンタム向けっていう、そういうことを意味してるわけか。うん。じゃあ、一人一人話聞いていこうか。ローズは、懐中時計をもらえるのか。お前ももらえる。一旦ごちゃごちゃにならないように、まず、この懐中時計からさばいた方がいいのかな。全部もらっておくか、とりあえず。ローズと、レオナルドと、で、あとフランク。金、銀、銅の懐中時計なんだね、やっぱり。3人分手に入れましたが、今回の謎はやっぱり最後だからか、すごい厳重。あ！ここにあれか。全員分の餌食が集められているって感じ？で、ここに入れていくのか。まあ、これは文字が似たようなやつを入れていけばいいんでしょう。これかな？はい。ザ・アーケミスト・なんちゃら。ドラザーか。科学者科学ってアルケミストの方の科学者たち2人か。は。この人たちが最初に何かをやったってことかな。この2人。で、片方おじさんだよね。で、次に、ザ・クロー&ザ・デッドマン。カラスと死んだ男。は死体かな。全部同じ時間を示してる。1時、2時、2時45分か、まあ1時45分か。でもこの世界は、どうやら時計の針は、単身と長身が完全独立しているらしいので、これ多分2時45分でしょう。これも、2時45分か。じゃあ最後1個。あ、なんて書いてるこれ。これはちょっとごめんなさい。期待苦手で読めません。ラムラサかな。なんでしょうか。はい。まあ、全部2時45分ってことには関係ないというか、変わりないけど、こういう状況。どういう状況ですか？サムエルじゃないわ。どういう状況？レオナルドとフランクが、えらいことになってますけど、なんか二人とも、よくわかんない。なんか、これなんか、死んじゃったってこと？それともなんか、母体に帰ったみたいな、そんな感じ。ここから伸びてきてる木が、あいつらをこう縛り上げたってことかな。でもお前はなんで無事なの？ローズは。ローズ何も考えが読めないけど、こいつだけやっぱちょっと特殊なんだよ。まあ、とりあえず、じゃあ2時45分と言われているので、2時45分に合わせます。はい。さあ、これでどうなる？入る、そこに。はあ。じゃあ、巻きつかれて、入って。で、これで、3人の孫は全員、この木の根っこに巻きつかれたということになりますが、だからと言ってない。お前は何もいじれないか。はあ。じゃあ、いよいよこの謎か。これもまあ、数字を選ぶ系か。まあ、全部で6個あるということで、SMI。EAR。あ、こうだろうね。あれ？数字書いてるやつと書いてないやつがいるな。J は1って書いてる。じゃあ、とりあえず J は1にしようか。で、J はね、他に書いてるやつ。あ、これか。F は3。F もない。L。L は何も書いてない。R。R も何も書いてない。で、L と R はあったりする。R はあるんだ。謎の天秤。で、ここに来るわけか。ああ、マリー、サムエル、アイダ、エマ、アルベルトって意味ね。シンプルに考えると、ジェームズは1番だったね。まあ、一番最初の人っていう意味で。次はじゃあどうなる？マリーかな？2人目。ジェームズの奥さん、マリー。で、3番目に生まれたというか、世に出てきたというか、バンタブーム系として、認められたのは、フランク。いや、違うな。フランクはだって孫の世代だもんな。そういう感じじゃないか。難しいね。天秤があるけど、こいつらに重さをつけれるわけでもないよね。この数字の謎は一体、あ、開いた。あー、ここに書いてるのか、数字が。はい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 。はい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 。でもそうなると、謎が別の謎になっちゃうんだけど。なんかこう重さを合わせるみたいな謎になっちゃうけど、1、2、3、これは数字は変わらないよね。うん、数字は変わらない。で、代わりに、なんかこう高さが変わるって感じ。あー、そっかそっか。あー、そういうことか。うわ、めんどくさいな、これ。めんどくさいね、これは。なるほど。まあ、ここはおそらく早送りなんだが、これつまり天秤みたいになってるってことか。天秤になってるから、天秤を使って、で、そんで、重さを測れと、そう言っているわけですか、つまりは。で、重さを測って、で、その、例えばこの目玉は、誰々の目玉。これはちなみにアイダとサムエルの目玉だから、アイダとサムエルは2ですよとか、3ですよとか、5ですよとか、そういうのやんなきゃいけないわけね。めんどくさいやつ来ましたね、これはまた。なるほどですね。そしてこの天秤の釣り合い方が全く私分かっております。ここ1と1だから、なんかこことここで釣り合うのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだね、これ。こうやってこうやっても、うん、こことここで釣り合うわけじゃないし、こうやるからといって、あ、そっか、抜いたところからスパッと切れて、で、ズボッと落ちる感じか。これは5っていうのはどういうこと？めっちゃ落ちたかな。3はそんな落ちない。5はバッサリ落ちる。多分重い方がよく落ちると思うから、これどう考えていったら、天秤になってから、釣り合わせたいかな、何かしら、5と5で、とか、なんかそんな意味合いのことをしろと書いてたように思えなくもない。天秤のマークがあって、釣り合わせろって書いてるから、釣り合わせることによって何かしら見つけようと言っているんではないでしょうか。で、まずはじゃあこれから言ってみるか。下を取られたのはジェームズ。で、1。だから、まあ、1に、下を置いてみましょうか。こんな感じで。ああ。ほんで、ここに何かしら置いて釣り合えばいいんでしょ、多分これと。高さがほとんど釣り合わなさそうだけど。あ、軽いやつかなあとか、例えば。あんまりそういうのは関係ないか。見た目の軽さと実際のこの不思議なギミックの間では、まあ、普通に考えればあんまり相関は取れなそうな気はしますね。これ違うね。これなんとなく3っぽいな。ヒゲか。はい。違うね。なんかあと重そうなやつしかないけど。考え方は合ってるのかな、まあ、いつものことで考え方が合ってるかどうかで心配になってしまう私、鹿でございますが。というか結構やったぞ、いろいろ。結構いろいろやったけど釣り合うもんないよ。大丈夫ですか、これ。成り立ってますか、ゲームとして。これでいいのかな、なんか今のところこれが一番近いようにも見えますが、とはいえなんですよね。2かというとなんかちょっと微妙な気はするけど。まあ、いいかな。まあちょっと一旦置いとこう。まだ謎の解き方がよくわかってない。で、フランクは3。フランクは、あ、ヒゲか。ヒゲは3ですよってこと言ってるから、この解き方で果たして合っているのか。3のところにじゃあヒゲを置いてみましょう。はい、どうぞ。ちなみにこっちの3に置くのとこっちの3に置くのだったら大体同じぐらいへこむの。同じぐらいへこむんだ。じゃあこの間にあるこいつは2ってことでいいのかな。でも1と釣り合わせたい気もするけど。これとこれ釣り合ってるね。こっちに置いても釣り合わないのか。こっちに置くからこそ釣り合うんだ。これ3と釣り合うやつあるでしょ、多分。でないと、この次の一歩が特定できないから、多分3と釣り合うやつはあると信じたい。右から行こう。今で言ったからこれ。これぴったりだね。歯だね。歯が3と釣り合った。歯は3と釣り合うのか。ってことは歯は3ってことかな。ちょっと考えが違ってるかな、ひょっとして。ちなみに他にヒントはある？もう数字書いてるやつなかったっけ？ないか。ヒント少ないね、これは。ヒントが少ないよ、これは。だいぶ。こう、クリック。そういってあんまクリックしてなかったな。もしクリックすればなんかヒントが出てくる可能性は結構ありますよ、これは。私結構クリックするの忘れててヒントを取り逃してるってことあるからな。この辺もなんかクリックしたらボーンってなんか壁から何かしら出てきてくれるとかあるんじゃない？ないか。ここら辺もなんかヒントを授けようみたいな感じで出てくるんじゃない？出てこないのか。そんな甘いもんじゃないか。こいつかなぁ。ちょっとこの登場人物に出ていない2人が、不吉というか、そんな感じなんだよな。うん、3人の最後、生贄を乗せたところで、これが開いたはいいものの、最後の謎、簡単そうに見えて、そこまで簡単でもないね。こいつを置いてぐっと下がる分量は一緒なんだね。何が違う？初期値みたいな感じ。それにしては5は随分と上がってるように見えるが、そして3はだいぶ上のように見えるが、3と2を比べたら、いや、合ってるか。初期値だと考えたらいいか。ってことは、つまり、どこに載せるかは重要じゃないってことか。重さを測るのが重要なだけか。だね。多分そういうことだな。うん。そういうことだとしておきましょう。で、この重さはじゃあ測れるぞ。今、測れる。なんで測れるかっていうと、ヒゲが3で舌が1っていうのは分かっている。だから、逆に言うとこれ、足し算って考えりゃいいってことか。例えば、舌を2のところに乗せます。で、そうするとこれは、1たす2で3の分下がってるってことになるわけね。で、これ、3じゃダメだ。意味がないというか、ちょっと説明がややこしい。ここに置く。こうすると、1と5で6下がってるっていうことになるわけよね。で、こいつは3だから、こいつをちょうどここの3に乗せるとぴったり釣り合うっていうことだね。OK、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 分かってきましたよ。ってことはだ、同じ理屈でここに釣り合うやつがあれば、それは、来た、ピタッと来た。これは6と釣り合ってるから、目玉は5ってことがわかる。どっちも5ですか？目玉はどっちも5なんだ。いいよ。目玉5っていうの分かったのはでかい。目玉5が分かれば、アイダとサムエルはそれぞれ5ってことになる。アイと S は5になる。2つあるじゃん、しかも。よし。アイと S は5になる。よし、OK。で、これちゃんと残ってるのはありがたいね。アイと S が5になって、ここも同じ方法でガンガン解いていけるんじゃないの？じゃあこれも置いて、ピタッときたじゃん。いいじゃん。じゃあ今度、ちは、なんだ？ 4 か。4だね。ちは、前、R。R は4。R は4。だいぶ解けてきた。っていうか、結構楽勝かもしれん。あと、M と A と E だけいこう。M と A と E か。歯と涙と脳みそ。それ以外は気にしなくていいから、歯。そんな簡単には釣り合わんか。釣り合ってんじゃん。歯は3じゃん。簡単じゃん。歯は3。釣り合った。歯は3と M か。M が3だね。M が3。今回エンディングですって言ってきながら、さすがにここでエンディングを迎えられないと、ちょっと、エンディング詐欺になってしまうから、あんまりね、そういうのはよろしくないから、今回は本当に、ちょっといいペースで謎解きしていきたいですね。ノイソン3だね。ぴったりだね。これ合ってるよ。というか、検証でき、ここに持ってくれいいか。ぴったりだね。ノイソン3。脳みそはアルベルトだから、A が3。はい。A が3。いい。まあこれ適当に回しは当たるんだけど、それはちょっとすっこいから、いい。最後は涙。涙の重さを測りましょう。何かちょっとロマンチックなことを言っているように聞こえましたね、私。涙はどこに入っている？これか。涙の重さは果たして。2ですね。めっちゃ調子いいじゃん。涙の重さは2です。でも女性の涙はもっと重たいものですよ、皆さん。はい、来ました。ほう。心臓さっきなかったっけ？バランスザサブスタンスオブユアパストリーブス。何を英語で言わんとしているかは、なんとなく図を見たら理解できます。全部を揃えろってことね、6で。だいたいさっき揃えかけようとしていたから、できないことないと思う。で、最後心臓がなかったのか。はい。ごめん。でも、そうか。入れ替わってくれるのか。よかった。まあ、これはそんなにもう難しくないでしょう。多分。こんな感じで入れ替えりゃ、OK、来た。おっと。この木の根っこが全部の餌食に入った。これで、扉が開く。たいなことを言ってた気がするけど。なんだ扉ってなんだそもそも。なんかローズがそんなことを言ってましたけど。あ、えじき、食べられてんじゃん。全部これ、養分として吸収されてるみたいなことを木に。どういうこと？何が起こってんのこれは。前たまに出てきたやつだけど。そういうことか。それぞれにこう生まれ変わるというか、生まれ変わる。なんて言うんだ。ちょっと難しいけど。こうやって。あれでも全員同じに見えちゃうんだ。気のせいか。全部お前おじいさんになっちゃうけどいい。これは順番がなんかあるのかな？違うかな。とりあえず全部食わせるか。とりあえず全部食うとなんか変化が起こったりする感じ。さあ、最後でしょうか、これで。時間が動き出した。そして、時が流れて、もっと時間が早く動く。これは、ここら辺のなんか風景だな。なあ！子供が、生まれた？終わりこれで。どういうことよ。だからどういうことよ。ラスティレイクどういうことよ。わからんのよ、これが。どういうことよ。いや、まだあるよ。はい、そういうことですね。コングラッチュレーション、ファミリーツリーが完成しました。ルーツをクリックしてファミリーの他の秘密を発見してください。まだ、なんか秘密があるってこと？いいね、すの、この後になんかついてるっていう秘密ってことじゃなくて。このラスティレイクの物語はまだまだ続きますの意味は、続編がありますよっていう意味だから、それは、ちょっと一旦置いといて、こっちは気になるね。ファミリーツリーが完成しました。ルーツをクリックして、ファミリーの他の秘密を発見してくださいっていうところが、まだちょっと要素がありそうなんで、そこは、今回ちょっともうだいぶ時間経っちゃったんで、一旦ここで終わります。他の秘密一体何なのかを知って、で、次回最終回かな。今回が最終回みたいなもんですけど、ちょっとじゃあ最後おまけパートとしてやりたいと思います。はい、ラスティレイクシリーズ、のうちの第2作目かな。ラスティレイクルーツ、皆さんいかがでしたでしょうか？相変わらずね、やっぱ世界観にはついていけないし、最後の最後一体何がリバース生まれたのかっていうのはちょっとわからないけど、なんかこう時間がループしてるような気もするし、ね、不思議な感じでした。はい。また次回作ね、おまけ編やった後に次回作やろうと思うんで、その際はぜひ見ていただけると嬉しいです。皆さんは一体この物語をどのように感じ取りましたでしょうか？私はなんか、やっぱり非常に、この不思議な世界観で、奇妙というか、で、かつ、ちょっとこう、グロテスクな皮肉めいたところもあるような、雰囲気がすごい大好きなゲームでした。よろしければ感想のコメントや、高評価、低評価、あるいはチャンネル登録と、何かしらの反応をしていただけると非常に嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。